小松周平は北海道札幌市と夜平区出身のプロバスケットボール選手である。ポジションはシューティングガード。2008年に新潟アルビレックス BB と契約しプロ選手となる。2011から12シーズンに最優秀シックスマン賞を受賞した。2016から19シーズンはバンビシャスなら2019の20シーズンからは佐賀バルーナーズ所属となる。 東海大4高校から国士館大学に進学。2年次に関東大学リーグ2部に昇格するも、3年次に3部、A に降格。4年次にはキャプテンを務め、チームの2部再昇格に貢献した。2008年、育成指定選手として、新潟アルビレックス BBA2 に入団。シーズン直前に A1 昇格。2011から12年シーズンは、 レギュラーシーズン全52試合に出場し、出場時間も初めて1000分を超えた。また、スリーポイントも、成功数93、成功率38.0%に達したことも、評価され、最優秀、シックスマン賞を受賞した。2014から15シーズンは、ヘッドコーチの平岡藤隆によって、チームキャプテンに任命された。 レギュラーシーズンを36勝16敗の4位で終え、プレーオフファーストラウンドで5位の富山グラウジーズを破りセミファイナルに進んだが、1位の秋田、ノーザンハッピネッツに敗れた。2015から16シーズンはキャプテンを佐藤君武に譲る。このシーズンから新たにヘッドコーチに就任した中村和夫の下、先発起用の機会が増え、52試合中18試合に、 先発出場する。一試合平均の出場時間24.6分、得点8.5得点を記録し、共にキャリアハイの数字を残した。チームは、レギュラーシーズン4位で、プレーオフに進出したが、ファーストラウンドで5位の岩手ビッグブルーズに敗れた。シーズン終了後、契約満了に伴い自由交渉選手となる。新潟は契約継続に向け交渉したが、6月24日に、 B2 のバンビシャスナラへの移籍が発表された。2019年6月11日にバンビシャスナラとの契約が満了。同日2019年より B3 リーグに参戦するサガバルーナーズへの移籍が発表された。ありがとうございます。